今日は初めてのゲームをしていきたいと思います。多分ね、この、ま、ゲーム、もうちょっとタイトルに書いてるんで、もう先に言っておくと、まあ、二王をね、させていただきます。聞きたいことがあるんだけど、だってプレステ4さ、ちょっと、本当に、初見で、全然使ったことなくて、なんならば3日前に買ったんだけど、さ、映しちゃ、やばいとこってある ?ID だけ?あ、ID だけでいいのかな?あ、始まった。どうかな?ドキ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 。音出るかな?で、プレステがね、でもね、ダチマジで怖いのが、プレステ初めてか、プレイステーションを全然いじったことなくて、なんならばプレステ2持ってるけど、全然やったことなくて、プレイステーション1をやったことあるんだけど、コントローラーやっぱちょっと違うよね。なんか、親指が釣りそう!ちょっと待って、親指が釣りそう!で、全然わからん、これ。え?早い攻撃が、三角ってこれか?これか。それ本当に操作が、初めてプレステ4触るからさ。で、これが強い攻撃?蹴りなの?蹴りが強いんだ。なるほど。指短いの。もっと早く逃げてれば、ダッシュホールド。ダッシュホールド?ダッシュホールド。L がどれ?これ?これか?これ?これダッシュ?ダッシュ?これダッシュしてんの?これダッシュダッシュしてんの?ちゅうか、ダッシュしてんのこれ。ちょ、わかんない。ちょっとね、行くか。ダッシュしてんのこれ。操作がむずいね、これ。じゃあ、で、スタートメニュー、ね。みんなスタートメニューさ、今な、下ボタンって書いてるけど、下ボタンってどれ?スタートメニュー?スタートメニューないよ、これ。タッチ、真ん中のパッド?これ絶対プレステのマークを押したらさ、真ん中、これ?えぇ!あ、これボタンなんだ。ちょっと待って。何もかもわかる。あ、これ、あれなんだ。これ、ボタンなんだ、この真ん中のやつ。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。え、なにみたいに出てきたよね。これ一個一個開けられたりする、うん、なるほど R3 押して。こじこい、みんなすまないね。ちょっと、ま、序盤だからね。序盤